願いします。おはようございます。さあ、おはようございます。てんてんです。おはようございます。さあ、今日はあれ、めっちゃズームされてた。何を歌おうか。絆、座れるっすね。絆行きましょう。絆、絆確保ということで、絆で行きたいと思います。もうずっと絆だけどね。データがこんな感じです。ていうか、これ昨日俺が打ってたダイスね。今日こそここでリベンジということで、もう何回リベンジするねって話なんですけど、頑張りたいと思います。お願いします。どうも、てんてんです。そうですね、まあ、今日も絆ということで、ずっと絆なんですけど、今日の絆、これ前回の動画で打った絆なんですよ。もうね、今日しかも、まあ、なかなか強い日ということで、ここの絆でまたリベンジしていけたらいいなと思うんで、頑張ります。ということで、1枚目失礼いたします。そう、抽選が72番だったんですけど、意外と座れて、そう、絶対俺絆座れないからジャグラーでも打とうかなって思ってたんですけど、普通に座れたんで、しかもね、このちょうど昨日僕が打ってた台打ちたいなと思って、まあ座れたということで、マジでリベンジで、結局あの後回されて3ゲーム強チェリー、ここで巻物4ゲーム、これは初っ端当たるやつか。8点、赤隅はめちゃくちゃ熱いけど弱いかな。いや、チャンスアップありですね。さあ、開始8ゲームでバジリスクチャンスということで、幸先がめちゃくちゃいい。で、赤い色のランプは黄色で、投資1本。まあ、今日はね、今日はねつか、まあ、いつも玄之介なんですけど、今日も玄之介でいきます。これでね、一発目から入ったらね、めちゃくちゃ調子いいんだけどね、どうでしょうか。チャンスアップは一応ありますけど、ここで赤エフェクトがないからダメでした。まあね、まだ1スルーなんでね、しかも投資も全然いってないんで全然いい。ということで、どんどん回していきましょう。これでさ、昨日と同じ設定だったらさ、マジでなえるんだけど、どうだろう。ということで、ミッションも絆ね、2回もね、ずっと打って、まだ1個も達成してないんで、マジで達成したいからお願いします。さあ、天然43ゲームで巻物です。次で発展はせずですね。外れたかな。外れてない。これはね、めちゃくちゃ熱いですよ。当たったっしょ。うん、これはもらってる。よしよしよし、ナイスナイス、当たりが早いよ。52ゲーム巻物からです。投資が2本で、赤い色のランプは白。ランプ白だとね、なかなか入らないですよね。いや、今日こそね、設定しさとかね、見たいよね。仕事とか出てほしいわ。まあ、666人が一番いいんだけどさ、
めちゃくちゃ熱くね、なんで、え、ボタン押しても開かないけど大丈夫そう。いや今日やれるわ、今日はやれる、今日はやれるぞこれ、マジか。あ、写真撮っときゃよかった今の。しかも肉まん係長いないし肉まんさんと写真撮ったけどこっちとは写真撮らないっていう、おぼろと写真撮りたかった俺は。いや、そんなこと言ったら怒られそうだからやめとこ。え、またやばくない、次こそ写真撮る。え、これでさもう一個揃ったらマジでさ激アツなんだけど、どうしよう。さすがにね、おぼろ出てから玄之介は外すよね。ちょっと惜しかった。いやいやマジでね、今日やれそうな気してきた。マジ投資まだ2本、投資2本でバジリスクタイムですね。まあね、多分俺の予想は玄之介出てくると思うけど、まあね、あわよくば天然おぼろでお願いします。まあ玄之介ですよね。いやいや、でも全然いい。もう今日めちゃくちゃ褒めてあげる、玄之介のこと。もうね、勝ちもらったっしょ、今日は勝った。これ多分設定6、多分こういうのをね、バジキッズって言うんですよ、僕みたいなこと。さあ1戦目いきましょうか。絆玉の獲得はありません。いきます、4対6。なかなかね、よろしくはないけれども、ステージ次第、夜でこれはね、尻上がりですかね。なかなかやられてる。いやどうだろうね、これ継続、ストック持ってたらね継続するけど。さあなかなかピンチです。4対6で朝ですからね、なかなかね継続するかって言われたらね、しなさそうな感じですけど、これはら単発かな。あーボコボコっすね。はい、最初はめちゃくちゃ盛り上げてくれたんですけど、単発ということで。まあでもね、投資が2本しかまだ入れてないから全然、まあ許すっちゃ許す、ありがとうって感じ。ね、カットインとか出てくれて僕はすごいね満足しました。ということでボイスはデフォルトということで、まあね、この調子でどんどんね当てれていけたらいいなと思います。さあここの島は満台ですね、朝からすごいお客さん賑わってます。とてもで、僕もこの絆で今日は賑わう、戯れるという感じで、もうね、玄之介とか天然とかの悪口言うのはやめた、本当に。おそろじゃ193ゲームで巻物です。リプレイ、これは当たったんじゃないかな。後期いいですね。で広角でめちゃくちゃなんか豪華だったんだけど、絆という感じで197ゲームバジリスクチャンス、投資が7本です。3回目、余裕でじゃあ赤い色のランプはまたもや白。さあ玄之介で行きましょう、頑張って。え、これチャンス目で絶対取ったっしょ。ゲロ圧、ゲロ圧、紫はゲロ圧。ちょっと写真撮ります。いやもらってるよね、さすがにもらってるよ。この次、はい、ありがとうございますという感じで、369ゲームの3回目のバジリスクチャンスでチャンス目から、取りました。いやいやいや、紫ナビ、紫ベクトはねマジでレア。いや昨日とね、昨日に続きねレアなものめちゃくちゃ見れてるんだけど、まあここでね天然が出てきたら文句なしということで、まあ玄之介で
行きましょう。投手が、7本、投手7本です。さあ行こう行こう、流れは悪くないよ。チャンス目で取る確率っていくつなんだろう。命乞いせい源之助といったところで、ここで共通ベル。チャンスアップは何も今のところはないですけど、ここ競り合い。さあどうだ、一応赤やられると、いやー2連2230枚といった感じで、まあね伸びないっすよね。で当たりはね軽いからまだいいんだけど、ボイスデフォルトで兆し出ました。結構熱いぞこれは。兆しモード B 否定かつ CDA モード ACDA なんですけど、 A はもうめったに来ない。でさっきもあの天然 の、 あの上から4つ目のやつ出てたんで、多分ねこれやっぱ C か D はねほぼほぼ確定してる。スルーと、いやー同色外してく、きつい。アップはない、残念、4スルーです。はい、これで 5スルーですね。はい、これで6スルーですね。今の多分モード C 以上の差、前回の絆だったらあのモード C 以上、リール縦回転モードはモード C 以上の差なんですけど、今回の絆2も多分同じなんですかね、どうなんですかね。まあでもこれは多分モード D ですよね、さすがに。だから出てきたんですもんね。絆があるときにね、演者さんになれてたらね、もっとね熱かったけどね。あの絆2もねゲーム性めちゃくちゃ面白いし、あの投資もね天井まで行っても1万8000円ですし、遊びやすいですからね。800ゲーム、はい、後期駿府城、一応写真撮っとこうさあ駿府城といったところで天井です。行きましょう。これがねごく駿府城とかだったらね嬉しかったんだけどね。まあでもね、天井行ってバズディスクチャンスタイム入ってくるだけでだいぶいい。激アツないか、待って、黄色なんだけど怖っ。いや入ると思うけど黄色はなんか普通に怖いんだけど、チャンスアップもないもん。 OK ありがとうございます。1,2,3 回目のバジリスクタイムというところで、もうね単発2連だったんで、ここでね1000枚ほど出たらね嬉しいんですけど、行きましょう。源之助でもいいけど、ボロカ天然で源之助というところで、まあねとりあえず単発2連とかはね勘弁してほしい。本当に4戦目まで行けばね絆効果ついてくれるから、もうそこまでね、まずはそこまで行こう、まずはそこを目指して伸ばしていこう。さあ行きましょう。1戦目な、継続確定的なの出てくれ普通。これでねステージがね、よしアース降格、ステージがねこれ巻物だったらマジで熱い、頼む。いや、ここだけはねうまいよマジで、ここだけはマジでうまいんすよ。気持ちかった今のは。いやー昼かーってことは尻上がりですかね。次回確定と、ありがとうございます。
予告来る神とかない？やばやば、え、神じゃん、神です。これは当たった、これは当たってる、これは当たってる、え、マジでマジでマジで、いやー流れ来たぞこれ。さあ行きましょう、ワイルドワイドチャンス。曲は何も流れず、ジャクチェリー、いやーいいですね、目標の4戦目まではいけたんで、ここでね当てるか当てないか。で多分波乱だったら、波乱でも尻上がりでもここを乗り越えればね多少は楽になるんだけど、ベル引こう、ベル、この押し順ベルでも当ててこ、ボコボコにされてる、白無理だ、611枚ですね、絆広角生かせずといったところで終了です。まあでもね4戦目まで行ってくれたからね、いいっちゃいいんだけどね。615枚、ボイスはデフォルトというところで、まあまだ投資が17本なんで、まあちょい負けぐらいか。はい、大移動してきました。ですね、これね、肉まん係長がさっきまで打つ台なんですけど、まあ、肉まん係長も辞めるということで、で俺の台がねテーブルとか見てもねすごい悪いやつ、あのテーブル 1が3連続で来てたんで、まあ6はもうないなと思ったし、そうですね、大移動しようと思って、でなんかね弱チェリー確率もね51分の1で、でテーブルも悪くてみたいな、でもう6はないかなと思い見切って、でこっちの台に移動したんですけど、こっちの台がねテーブルがね最初5テーブル5あれずっと A のやつで、それで一撃で伸びて12戦目まで伸びて、でその後あのいいテーブル選ばれてて、ですぐ当たってやめた、あの伸びずにやめたって感じですね。で弱チェリー確率もまだ確か悪くなかった感じだったんで、まあ、こっちの方が希望はあるかなということで、一応角台ですしね、まあ、角台が強いかどうかわからないですけど、まあ、そんな感じでこの台で引き続き絆2を打っていきたいなと思います。チャンスアップないけど大丈夫そう、オッケー、ここでベル、え、どういうこと、どういうこと、え、これどういうこと、すごいベル光ってるけどどういうこと、共通ベルで普通こんな光んないですもん、あ、え、これ何、どっちで撮ったん、もともと撮ってたのがこれで撮ったのか、え、どっちで撮ったんですかね、マジでよくわからん、これベル、まあとりあえずよかったっす、ありがとうございます、本当に。いやー危なかった、頼む巻物、うますぎバロタ、さあこれさ、これチャンスじゃない、何にも喋ってないよ、だってこれチャンスでしょ、ほらほらほら、やっぱりね、いやー最高、マジで最高、オッケーオッケーオッケー、いい感じいい感じ、良い揺れだ、赤ランプ、赤やん、え、ランプ赤やん、ランプ赤はあれっすよ、絆玉の、あ、じゃない、絆工学のテーブル、めちゃくちゃいいの選ばれてるっすね、絆玉のテーブルのやつが3と4以上確定と、なかなかゲロ圧でね、どのテーブルが選ばれたか分かんないけど、まあ、これでね絆玉どんどんね、待って、熱くない、熱くない、これベル、どういうこと、共通ベル取った、うわ最高、マジで気持ちいい、マジで気持ちいい、うわエロ、なんか
この色エロくない。やめて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 。おお長いね。オッケーオッケーオッケー、やっとやっつけたけども小四郎も強そう。これ負けたんかな、復活するかな、わかんないマジで。終わり、終わった。待ってこれどういうシナリオマジで。さあここで天井と、チャンス目7回引いてるからストック1個ぐらいしてくれ、マジでしててくれ。マジでこれで入んなかったらね、もうねどうしよう俺。77にして絆じゃなくて78点。あー怖い、マジで怖い。はい、ありがとうございます。当たるのは当然、当たるのは当然なんだけど、バジリスクタイム入るか入らないか。いやーボイス普通のランプは緑だから、まあいけるかな。マジで頼む、マジで頼む、本当にもうね、もうやばいよ。投手の方がもうね、もうホームレスになっちゃうぐらいのレベルなんで、マジでここで入れなきゃえぐい。大丈夫、弱いけど236人だって。マジで大丈夫、巻物飛行マジで弱くないか。待って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 、でも本当にやだ。待って赤いかなくないこれ。いくえ待って、嘘でしょ、緑止まりなんだけど。レアクレアク、やばい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 、いやーチャンスアップないんだけど、あるかなこれは。待ってビリオンになって、オールベルだったもしかして。待ってもしかしてオールベル、待って全然見てなかったけど、どうしよう、オールベルだったらストック1個だよ、バジリックタイムのストック1個。待って、こんな奇跡ある、あざっす、あざっす。待って嬉しい、マジで嬉しい、もう本当ダメかと思った。でこれ本当のラストのバジリックタイムです。さあ行きましょう、オールベルを取ったということで、オールベルはループ抽選ですね。 50% が 90% 50% をループの確率が 90% 80% をループする確率が 10% と、だいたい 50% だけどここで 80% 取ったらマジで神ということで、まあ、とりあえずね玄之介でもいいからね、そのループの方に期待ということで、玄之介スタートです。いや最後の最後でね激アツだったね、マジで一気に元気出たけど、最初おばさんか。いやオールベルってさ、絆の時はさそこそこあったけどさ、絆2なかなかないですもんね。さあ1戦目いきましょう、普通大丈夫。でも1戦目は多分ストック持ってるんで継続はするんですけど、ステージが重要。夜何これ、矛盾してんの、それともまさか激闘取った。さあ3戦目いきましょう、朝明けだったらここからだいぶピンチ、ここを乗り越えればね絆効果ついてくるから、ここどうにか乗り越えようと。チャンス目6対6、絆降格はなし。はじめ政治矛盾、いやー朝明けだやっぱり。ここで巻物引きたい、ダメだよ、ここで言葉返しちゃダメだって。オッケー、めったに外さない、めったに外さないよ。オッケー、いいね、これ多分ねループストック取れてるんだ、ちゃんと 50% がね見事に継続してくれてるんだと思う。オッケー、4戦目、
これで絆広角つくんです。これうまく刺したらもう ADAD のシナリオになるんで、うん、DADA か。ここマジで勝負どころです。さあ行きましょう。4戦目6対4、いいよ6対4、いいよ。巻物引いてこう、巻物引こう。本当にやっぱ朝掛けですね。いやここね引けなかったらねもうずっと4戦止まりって感じですもんね。いやー怖っ、マジで怖いんだけど。ダメだよ、言葉返さないで。 OK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  マジで OK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  赤3回目。これはね分かんない、期待はできるけど外すときは外す。いやー待って、無理かな、これ無理な気にしてきた、無理な気にしたけど、ここで巻物。いや白はえぐいって。いやマジでループストック終わってた。やっぱりこれここで復活。いやーもう4戦ずっと4戦だ。いけてもねきつー。もうねもう無理よ本当に。ループ取れたのに。いやーマジできつかった。もうねだいたい4戦目の絆降格がねうまくさせないんですよね。で弱チェリー確率はもう48分の2まで落ちてもう最悪という感じで、テーブルもねやっぱり良くないからね絆今回ダメだったね。さそれよりもさもう3回戦やってね全部敗北っていうのがマジで悔しいわ。しかもまあね見せれるとこもねあまりないし、はあ、いつ勝てるのであろうか。まあそんな感じだよね。とりあえずもう一日十分回したけどね絆2、今日も全然いい結果には終われずという感じで、やっぱり難しいね、はあ、エンディングで終了です。あなたは